栗原家の鴨汁そば、年越しそばでございます。栗原家の鴨汁そばにはポイントがありましてですね、出汁になる鴨と生き鴨っていう、焼いたばかりでしっかりとジューシーさが残っている鴨と両方使い分けるんですね。うまそう。焼いた鴨をトッピングと。うまっ。うん、鴨もいいですね。いや、いつもの味ですよ。いや、もうほんと年の瀬感じちゃうな。年の瀬でございますけれども、いかがお過ごしでしょうか。今日のごちそうさまチャンネルは、栗原家の鴨汁そば、年越しそばでございます。正月に向けてスーパーで鴨肉今売ってます。材料の手配等も含めて27日にこの回を放送させていただくと。材料です。まずおそばですね、まあ、お好みでいいと思います。まあ、各家庭いろんなおそばチョイスされてると思うので、だから合鴨ロースですね。今スーパーはで一番売ってるのは多分合鴨のこのロースが一番売ってると思います。それから野菜がごぼう、ネギ、ナス、これは入れる時と入れない時あります。だけど一番豪華バージョンということで今日はこの3種類加えますね。それからお醤油、みりん、砂糖、それからサラダ油使っていきますね。あとカツオだしですね。まずですね、だしを温めておきますかね。で最初にナス切ります。ナスはヘタを落として縦4分の1にします。でこのぐらいですかね。まあ麺と絡めて食べるんで細かすぎず大きすぎず、でナス臭さが出る時があるんですね。まあ水にさらした方が絶対安全ですね。これ水さらしておいておきます。ネギはもうお好み量なんですけど、カモがネギしょってやってきたっていうぐらいカモにはネギが合うので、まあ、焼きネギにしたいですよね。こんな感じでいきましょうかね。続いてごぼうですね。まあ皮ちょっとだけ引くんですけど、まあ、その時にこのちょいまな板が生きてくるわけですよ。ちょいまな板のこちら側のこのギザギザのとこですね。ギザギザのとこでこうビーってやって、これビーっといきます。わかります？ピーラーよりも薄く剥けんですね。まあ、今ね、わかりやすいようにまな板の上でやりましたけど、もう大惨事ですよ。まあ、通常はね、流しでこういう風にやってもらえればいいんで、これでさっと水洗いします。でこれささがき、これも小さすぎず大きすぎず、で水さらします。鴨肉です。まあ、この栗原家の鴨汁そばにはポイントがありましてですね、出汁になる鴨と生き鴨っていう、焼いたばかりでしっかりとジューシーさが残ってる鴨と両方使い分けるんですね。普通のお蕎麦屋さんの多分鴨汁そばって焼いたのを最後添えるとか、ベースを作ってそこにスライスした鴨を入れるとかでも十分出るんですけど、やっぱ鴨臭い方が僕は好きなので、でサイドのところってロース肉油厚めに取れるんですよ。こうやってこれも候補ですね。両サイドだからこうやって落としよう。でこれでちょっとスライスしていきます。で小肉として食べる鴨を少し厚めに、これ枚数はお好みですね。でこれ置いときます。で足は湯立ってるんでこれ一回外して返し作ります。でまずみりんからお砂糖入れてこれ火にかけます。これで一回アルコール分を飛ばします。まあ、色がだんだん変わってきますね。ちょっと茶色みがかってくるというか。でお醤油入れます。これで一煮立ち。でこれ一煮立ちしたのでこれも置いておきます。したら野菜炒めていきます。まずごぼうをさらしてるものから取っちゃって、でナスも同じですね。で水気を拭きます。でごぼうも同じで、サラダ油、鴨にも油があるので呼び水的にちょっとまず鴨入れておきますね。油の部分で鴨から油がどんどん出てきますね。これ押すとブーッとブーッと出てきます。油出てきたらナス、ちょっとナスなんでね、少し時間かかりますのでね。でナスが油まとって火が入り始めたらここでごぼうを、で少し避けてネギ、ネギ焼き目つけていきます。うん、ネギの匂いがしてきましたね。焼き目がついたら全体合わせ、じゃこれで一回では置いておきの、さっきのだし汁に戻りますね。火にかけてさっきの返しですね、お醤油とみりん
お砂糖を煮込んだもの、これ入れます。そしたら、かしとだしを混ぜたものが沸いてきたんで、さっきの炒めた具材入れていきますね。ほんと子供の頃からね、鴨南そば大好きなんですよ。もう鴨南そばか鴨汁そばだったらもう迷わずそれ、たまに裏切ってカレーみたいな。でこれ煮てって茄子とネギにしっかり火が入ったら OK って感じじゃないですかね。そしたらごぼうは間違いなく入ってるんで、もう茄子入れる時はもう本当にここの火入れだけちょっと要注意ですね。これ茄子の生っ気って味を妨害するというか、はい、いいんですかね。さあこれ OK ですね。じゃあお蕎麦はですね、ちょっとバックヤードで茹でてきますね。唯一お蕎麦を茹でる時のアドバイスがあるとすれば、たっぷりのお湯で茹でることです。それでやっぱり滞留するし、だいたい蕎麦って打ち越してあるんで、少ないお湯で茹でる方が結構多いんですけど、ドロッとしてしっかりと芯まで火に入っていかないんですよ。じゃあ忍び A 君、そしたらこの出汁も一回逃がして、ここで本ちゃん食べる鴨を焼いていきますね。でさっきはじわじわと油出したかったんで、そんなに熱くない状態からフライパンに乗せてって油出してったんですけど、さっきのは煮る鴨なんですよね、出汁鴨なんで。でこれは食べる鴨なんで、割とふっくらした状態で汁の中に入れてあげたいので、完全に熱くなってから。今週一番動揺しました今。この10大事、10大事、こんな感じですね。焼き目がうまそう。鴨うまいよな。 OK ですね。両面焼き目ついて、中ほんのり赤いぐらいだと思います。そしたらお蕎麦茹で上がったんで、ざるにあげます。あげて流水で洗います。でこの時によく打ち粉を落としたいので、よく洗いましょう、ゴシゴシと。で水気切って、では盛り付けです。で鴨汁ですね。でここに焼いた鴨を3、4切れ欲しいですよね。完成ですね。あとお好みで柚子ですね。はい、うん、いつものね鴨のいい香りがしますよ。つけて、僕はね結構トップとつけるの好きですね。ザルそばは別なんですけどね、鴨汁そばに関しては。うまっ。本当に年末は多分いろんなごちそう食べられてるでしょうし、食べた後のちょっと締め的な感じで栗原家では食べてるんで、まあ、しっかり味の鴨汁そばになってます。うん、茄子うま、うん、ネギうま、うん、鴨もいいですね、柔らかい、いつもの味ですよ。いやもう本当年の瀬感じちゃうな。まあ、本当だったら今頃行く年来る年やってますからね、ゴーンって言いながら。でそば湯残しといてもらって、ゆで汁を最後そば湯でね飲んでいただいてもとっても美味しいと思うんで、まあ、場合によってはそのそば湯はね、そば湯割りで飲めるわけですから、まあ、今年もいろいろありましたけれども、まあ、私個人的には非常に怒涛の年でございまして、まあ、非常に忙しい一年でありましたね。でもなんとなくいろんなことにチャレンジして、まあ、悔いはいっぱいありますよ。後悔はいっぱいありますけど、まあ、来年に向かってちょっと踏み出すためにはいい年だったかなっていう、まあ、このごちそうさまチャンネルもおかげさまで10万人近くの方に登録していただいて、すごくコミュニケーションがなんか濃厚な感じがするんですよね。なので、まあ、やっててコメント見てても非常に勇気づけられるというか、いいコミュニティなのかなって。で実は今日27日なんですけど、まあ、29日にもう一回配信あるんですよ。なのに年越しそばやっちゃってるんで、まあ、あと1回ありますけど、一応ここでね皆さん良いお年をということで、それではごちそうさまでした。